今朝、笠岡市で水揚げされたマダイ。春の産卵期を迎え、桜の咲く頃に取れることから桜鯛とも呼ばれています。今日から始まった鯛の浜焼き作り。重さ 1.5 キロほどの鯛に食塩水を注入し、1匹ずつ稲わらで丁寧に包みます。この後、蒸し器で40分ほど蒸し、1日乾燥させて出来上がり、傘に包んで出荷します。タイということで、まあ、結構華やかな感じがしますので、食卓で皆さんで囲んで美味しく食べていただければいいなと思ってます。入学や就職などの贈答品として人気のあるタイの浜焼き。1匹1万5000円から2万円で販売され、全国に送られます。